武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは東京医科歯科大学の生物の勉強について話していきたいと思います、こちら時間が2科目120分なので実質60分で、大問が3題、配点、2科目で120点なので実質60点という形になっています。で、こちらですね、問題の特徴としては、記述論述、が大半です。で、その記述論述の量もかなり多くてですね、時間内に全て解き切るのは、かなり厳しいかなというふうには、思います。で、論述に関しては、記述もそうなんですが、大きく3パターン出まして、知識で答えるもの、読み取って、問題文読み取って答えるもの、自分で考えて答えるものとありまして、自分で考えてやるというのは結構癖ものでして、これ、時間もそんなない中でパッと考えてやるというのは割と難易度が高いかなというふうに、思います。なので、このあたりは、いかにその知識系だったり、読み取るもので、時間を短時間でパッと、まとめて書いていって、考える問題に時間使うようになるか、最悪そこ切って他のところで全部取るって話になるとは思いますが、基本的に、そういった、解き方を、やっていく必要があります。で、問題の難易度としてはやはりその、特に医学部志望であれば、医学部向けのレベルまでしっかりやっておいた方がいいかなと。生物でそこまで点稼がなレベルであれば理系標準問題集までやっておけば十分っていう例も、あるんですが、ただその場合には結構その国立の過去問、特にこの医科歯科の問題などをしっかりやっていって過去問でフォローしないとちょっと、これだけの量を書く練習自体がちょっと足りなくなっちゃうかなと思うので、そこはしっかり対応しておいた方がいいかなと思います。余裕があったら重要問題集などをやってもいいかもしれません。で、出てる問題そのものは結構記述だったり短い論述も、多いので、記述能力、以上にその回答をなんていうか、書く内容をまとめるっていう作業をどれだけ早くやれるか、っていう点が非常に、重要になってくるので、読んですぐ、こういうこと書きゃいいんだな、で、じゃあこういう書き方にしようってパッて書けるっていう練習ですね。なんていうか反射神経というか、思いつく力を、鍛えるってことを、しっかり意識してやっておいた方がいいかなと思います。で、最初のうちは時間無制限でもいいんでゆっくりやっていって、で慣れてきたら時間の中で、これはちょっと時間かかりそうだなっていうのを後回しにするっていう練習、縦から上から順に解いていくだけじゃなくて、時間かからなさそうなものから一通り解き終わっちゃって、余った時間で時間かかりそうなものをできるだけ解いていくっていう、その取捨選択をしっかりやっていく練習をしておいた方がいいかなというふうに思います。以上が東京医科歯科大学の生物の勉強となります。